どっちかで青です。左です。左。すいません。行きました。おや。ドリームキングダム。自分のペースで。自分のペースで。はい、ありがとうございます。こんばんは、パーソナリティのユミコです。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎市のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライターユミコの夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。 Twitter のコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントはユミコアンダーバー FM です。ツイッターで検索するときはユミコスペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターのユミコです。ゴールデンウィーク終わりましたね。今年はステイホームということで、あまりねお出かけもできなかったわけですけれども、皆さんどんな風に過ごされたでしょうか。私はと言いますとですね、歌動画を、アップしました。これがね、部屋閉め切って歌ったので、もう汗だくで頑張ってやりました。それからね、オンラインでワークアウトって言って、5分運動して30分休んで、5分運動して30分休んでみたいな、そういうサーキット形式のワークアウトをやって、これまた汗だくになったり、あとはオン飲みもやりましたね。ということで、オンライン即死の毎日でした。もうしばらくステイホームが続きますが、一日一日心も体も元気に新しい日を積んでいきたいなと、そんな風に思うわけです。で、気になるのがやっぱり運動不足ですよね。この間バレエをやっている知り合いに会って、運動不足だけどどうしてるっていうふうに聞いたら、やっぱり食べる量を調整していると言ってましたね。朝ごはんを遅くして、夜ご飯を早くして、1日2食にしてるって言ってたのと、あとはね、夕食を作るのにタジン鍋を使ってるって言ってました。皆さんタジン鍋って知ってます？カタカナでタジンって書くんですけど、モロッコ料理など、北アフリカで使われていて、日本っていうところの土鍋みたいな感じなんですかね。横から見るとこう玉ねぎみたいにぷくっと膨らんでいて、上が玉ねぎみたいにぐっとこうすぼまってるんですね。で、蓋をパカッと取って、その中にお肉とかお野菜とかを入れて、またパカッと閉めて蒸す料理なんでしょうか。なので油を使わないのでとってもヘルシーだということと、あとは密閉度が高いので、素材の旨味がこうギュッと詰まって、こう水分が逃げない、水も使わないしということで、ヘルシーで美味しくってとっても手軽ということで、彼女はとっても重宝していると言ってました。なので気になる方はどうかチェックしてみてください。あとはね、私の周りでは、これを機にジョギングと、あと市内で素振り毎日200回始めたという方がいて、なあすごいな、気持ちよく集中できそうですよね、こう素振りっていうのはね。あとはね、朝公園でラジオ体操をしてから会社に行くという人もいました。早起きってなかなか大変ですけれども、でも清々しい一日のスタートになるんじゃないかなというふうに思いました。で、帰ってきてからはラテン音楽をかけて、アプリでシックスパックって書いてあったんですけど、ちょっとよく分からなかったので、どんな感じなんだろう、オンラインでこっそり、覗き見したいな、なんてそんな風に思いました。で、私はと言いますと、ステイホームが始まってからは、朝ごはんはもう軽めにフルーツにして、その代わり早めにランチに出て1時間はたっぷり散歩をするようにしています。で、その時にね、アプリがあって、お花をこう写真で撮ると、花の名前とあと育て方がこう出てくるアプリっていうのがあって、知り合いに教えてもらったんですけれども、とっても重宝してます。これからこういうお散歩をもっと楽しくするようなアプリっていうのがどんどん出てくるんじゃないかなと思います。誰か開発をしてください。よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ、今日の最初の曲に行こうかなと思うわけですが、私このゴールデン期間中に一番最初にやったことはですね、なんと今日のオンエアのために簡単ですがレコーディングをしてきました。
まあ、ギターと歌だけなんですけれども、スタジオライブっぽい、いい雰囲気に仕上がったかなと思ってるので、よかったらボリュームを上げて聴いてほしいです。こんな時だからこそ心の声に耳を澄ませ、大切なものを見つけたい、そんな曲です。では聴いてください。由美子のオリジナル曲、心の声、どうぞ。大丈夫ですね。ほぼ、オンタイムできました。今日も絶好調で、やってます。頑張ろう。緊張してます。この間はスタジオにサイドンって言って、まあ、神の声を発する人がいたんですけれども、今日は一人ぼっちです。なので、まあ、マイペースでねできるかなとも思うんですけれども、やっぱり一人は寂しいですね。何を話せばいいのかなと、この曲が流れてる間、そんな感じです。この今流れている心の曲という曲は、私が初めて作った曲なんです。で、最初は本当にギターで弾き語りでボロローンっていう、すごく静かな曲だったんですよね。で、これをなんだろうな、最初弾き語りだったんだけれども、バンドでやるようになって、で、こう16ビートにやってくださいとお願いして、16ビートの結構なんていうかな、ノリのいい曲になって、でその後 CD 作ろうっていうことで、またいろんなアレンジが加わって、いろんな楽器が加わって、アレンジが加わって、どんどんここ曲が変わっていく、成長していく、なんかそういうのがすごく良かったなと。で、今回はその CD で作った音源をギターと歌だけでとってもシンプルにしてやったんですね。なのでまたこの曲の新しい表情が見えたかなと思っていて、なんだろうな、今日オンエアできて皆さんに聴いてもらってよかったなと思うし、歌ってよかったなとか、録音してよかったなと、そんな風に、まあ、思っています。はい、さあそろそろですね。曲を作って演奏するっていろんな人に関わってもらえるんですよね。私今回この録音もそうだし、 CD 作るのもね、いろんな人に関わってもらって、で、いろんな人の関わりの中で曲も成長して、私も成長できて、なんかね、音楽やって一番良かったのはそのことです。いろんな人に出会えて、いろんな人に私と曲を成長させてもらった、それがね、一番すごく嬉しい、やっててよかったなと思うことです。まあ、そういうわけで前に進もうっていう、そんな曲です。進もう、はい、ありがとうございます。由美子のオリジナル曲、心の声を聞いてもらいました。はい、ツイッターなどで、引き続きね、私の夢、僕の夢、みんなの夢を、まあ、応募しておりまして、とっても素敵なコメントもらいましたので紹介したいと思います。ラジオネームしいたけさん、挑戦したいことがあります。ミステリー小説を書きたいなです。
ミステリー小説が好きなのでいろいろ読んでいますが、好きな展開がなかなかなくて、ならば自分で作ってみようと思いました。構想はあって展開もできたので書き始めたいのですが、時間が取れずにいます。初めて書くので大変だと思いますが、いつかは書き上げたいと思っています。そしてテーマは親子の絆です、ということで、ありがとうございます。椎茸さん、すごく素敵な夢ですね。親子っていうのは椎茸さんと親なんですかね、それとも椎茸さんとお子さんなんですかね、どちらかはわからないですけれども、でも親子の絆をテーマにしたいっていうことは、椎茸さんの中できっとこう強い何かこう思いっていうのがあるんじゃないかなというふうに思いました。親子って一番近い存在なのに、時として一番遠ざかる時があるじゃないですか。私は学生時代がやっぱりそうでしたね。お芝居やってたんですけれども、で将来は役者になりたいって思ってたんですけれども、父が反対してまして、である時手紙を書いたことがあるんです。夜中にこんな、もう細かい内容は忘れましたけれども、要はお父さんは夢を持つ若い人の気持ちを忘れてしまったんだ、子供の気持ちがわからないんだみたいなことを書いてですね、その手紙をこう父の部屋のドアの下にこうそっと入れておいたんですよね。そして次の日の朝になったら、私の部屋のドアの下にそっと手紙があって、開けたら私が出したはずの手紙が戻ってきてたんですよ。で、こんな手紙戻すのって思ってびっくりしたんですけれども、でも読んだと思うんですよね。で、父が何を感じたのか、傷ついたんじゃないのかなって思うんですけれども、そんなことが思い出になります。もちろん今はとっても仲良しの親子です。はい、で話を戻しますけれども、そのミステリーってハラハラドキドキする、独特の緊迫感緊張感があるわけですけれども、その親子のちょっとした気持ちのすれ違いとか勘違いが事件を複雑に、しかし最後は謎が解けて親子の絆が深まるみたいな感じなんじゃないかなと思うんですよね。なのでミステリーだからこそ描ける親子の絆っていうのがあるんじゃないかなというふうに思いました。皆さんは親子の絆、そしてミステリーと聞いて何が思い浮かびましたか？はい、そして、椎茸さん、今ですよ、このステイホーム期間の今こそ、絶好の書くタイミングなので、ぜひ夢を叶えて、そして私にぜひね、その本を読ませてほしいなというふうに思います。頑張ってください。はい、では次参りましょうか。次はですね、無趣味な自由人さんです。いつかはもう一度パピのような愛しい我が子かっこ犬と一緒に暮らしたいということです。パピっていうことはおそらくパピオンですよね。大好きなペットとの別れっていうのは辛いけれども、でも楽しい思い出をいっぱいくれるから、だから無趣味な自由人さんもまた一緒に暮らしたいって思ったんだと思うんですよね。リスナーの皆さんはペットとの思い出はありますか？私はですね、大五郎っていう名前の柴犬を飼ってました。16歳まで生きたのでかなり長生きだったんですけれども、思い出というとやっぱり散歩ですよね。私秋に公園で散歩に行って、それで枯葉がいっぱい積もってるじゃないですか。それをこう両手でザクッとすくって大五郎の背中にバサッとかけるのがすごく好きだったんですよね。なんか楽しくって、あとは雪が降った日にお庭で雪だるまを作って、で父が雪だるまの頭に穴を開けるんですよ。でそこに大五郎を抱っこしてこう穴の中にこう入れて、家族でみんなで写真を撮ったりとか、全然いじめてないですよ、仲良しなんですよ。でもペットってやっぱりこの家族をつなぐ、家族に素敵な思い出をくれるのかなって、そんな風に思いました。ですが私はですね、最近すっかり猫派になってしまいまして、でこの間大五郎が夢に出てきたんですね。でこう抱っこしてて夢の中で大五郎大五郎ってこう言って、こう腕の中を見たら、なんと大五郎が猫に変わっていて、あ、大五郎ごめんね、きっと私に何か訴えかけているのねと、そんな風に思いました。ということで、引き続き私の夢、僕の夢、みんなの夢を募集中です。ツイッターでは、ハッシュタグユミコボイス、ひらがなでユミコ、カタカナでボイスです。ツイッターのアカウントはですね、すべてアルファベットでユミコスペース FM、 ユミコスペース FM で検索をすると、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、ぜひよろしくお願いします。では次の曲に行きたいと思いますね。無趣味な自由人さんのために本当は犬の曲をかけたいんですけれども、残念ながら私は犬の曲を作っておりません。
ということで、ユミコのオリジナル曲を聴いてもらいます。猫、聴いてください。ブチブチ、はい、今ねブチブチ言ってるんです。それで大沢さんが入ってきてマイクを変えてくれます。はい、エアコンは念のため変えていただけますか。抜いちゃっていいんですか。大丈夫です。奥まで差し込んでいただいて。あ、取れない。どうやってやったらいい。すいません。ちっちゃいところに刺せばいいですか。ちっちゃいところ。はい、ありがとうございます。動揺した自分がいる。マイクがプチプチ言ってるから大沢さんが書いてくれたんですけれども、すごいテンパってマイクがほどけないからって言ってちょっとわがまま言ってしまいました。やっぱりちょっとトラブルあるとテンパります。猫猫、そろそろですね。はい、猫聞いてもらいました。私のオリジナル曲です。自由気ままな猫の人生を歌にしました。ホームページにですね、この歌詞や過去のライブ動画などが上がっています。今聞いてもらった猫の弾き語りも入っていますので、気になった方はぜひチェックをお願いします。ホームページのタイトルはこの番組と同じ、ユミコボイス風のようにです。ユミコボイスは英語で、風のようには漢字とひらがなで検索してみてください。赤いワンピースにギターの私が出てきます。引き続きじゃあおしゃべりを続けたいと思いますけれども、私ね今気になっているのが食事情報なんですよ。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、全部お家でしょ。そうするともう疲れちゃうじゃないですか。皆さんどうしてるのかなと思って、まあ、いろんな方にねメッセージもらったりしてみました。でね、男の方、在宅勤務は結構ハードで、1時間の昼休みは家で食べるから忙しいね。料理して食べてコーヒーを入れたらもう過ぎてしまう。だから最近はサンドイッチとかパスタでも明太子とか簡単にできるものにして時間を稼いでいるよ、ということでした。そして写真を送ってくれたんですよ。ウインナーと、これパスタですね、ウインナーとキャベツとそら豆の、トマトソースなのかな、パスタで、これかっこいいですよね。パーッと仕事して1時間でパーッとパスタ作って、パーッとコーヒー入れて飲んで、また仕事、ね、すごく忙しいと思うんですけれども、こういうパッと料理できる男の人はかっこいいなと思いました。そして私の周りでは家庭菜園で自給自足をしている人が結構多いんだなということに驚きました。これは友人なんですけど、自家栽培の菜の花や春菊、さやえんどうなどをせっせと食べています。明日はそら豆が食べられそう、ということで羨ましい限り。あとはね、これは男の人なんですけど、ブロッコリーやジャガイモが育ってますということで畑の写真を、送ってくれました。大地の栄養がこうそのまま体に入ってくる感じがして、なんか健康になりそうですよね。私にもぜひ分けてほしいです、なんて。そしてこういう食卓にね花を欠かさないようになったのも在宅勤務だからこそですっていうポジティブなコメントもいただきました。最近私の周りでは SNS で例えば鳥の綺麗な声とか花の写真とかね、そういったものが取り交わされるようになっています。なんかこうやっぱりお互いに仲間を元気づけようっていう気持ちがすごくこうもう巷で溢れてると思うんですよね。なのでステイホームはやっぱり大変だけれども、でもお互いにお互いをなんていうのかな、優しくしたいなと思うような、そんな気持ちが溢れていて、これもギフトだなって思うようにしたいなと思いました。私は料理はあんまり上手じゃないんですけれども、曲を頑張って作ります。次の曲はですね、ぜひ料理の時の BGM にしたいなと思って作りました。聴いてください。ゆみこのオリジナル曲、ゆきちゃんのごちそう、どうぞ。
い、ありがとうございます。おしゃべりしなきゃいけないんでしょうけれども、確認させてください。なるほど、ね、でも番組やるとあっという間です。今これで3曲目でしょ。でこれでお話ししたら今度もエンディングトークとエンド曲ですから、本当に30分とあっという間ですね。今21分だから、ステイホームはちょっと愚痴をこぼす気は全くないんですけれども、やっぱりステイホーム大変ですよね。私はそろそろ何だろうな、歌いたいです。大きな声で歌いたい。本当にカラオケもねないし、スタジオも閉まってるし、お家もマンションなので大きな声出せないんですよ。ギターもねあんまり弾けないし、なので本当に歌いたいと思って、この後お話ししますけどちょっと頑張りましたよ。はい、オリジナル曲ゆきちゃんのごちそうを聞いてもらいました。ここでゆみこの活動情報のお知らせです。まあ、活動といってもですね、3月からずっとライブでは歌えていませんが、ゴールデンウィークに歌動画をアップしてみました。歌詞が大好きなカバー曲を歌いまして、最後に自分なりのメッセージもこんな風に掲げてみました。ご近所にねマンションなんで、ご近所に迷惑にならないように静かな曲を選んだのと、あとは窓とカーテンをまあ閉めてやったので、短い時間だったんですけどかなり汗だくになり、2曲歌ってもうやめました。あとはね今日オンエアしたアコースティックの歌も、動画にして、あげましたので、よかったら皆さんにもまた聴いてほしいです。ホームページとねツイッターにアップしています。ホームページのタイトルはこの番組と同じ、ユミコボイス風のように。ユミコボイスは英語で、風のようには漢字とひらがな。ツイッターのアカウントは、全てアルファベットでユミコスペース FM で検索していただけますので、もしよかったら私が朝だくになって歌った歌動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。それから一応ライブが決まってますので、これもお伝えしたいと思います。6月20日土曜日、ドリームキングダム13周年記念ライブに出演が決定しています。歌いたい。場所は川崎セルビアンナイト、時間は15時30分オープン、16時スタートです。この日はアコースティックギター、ベース、パーカッション、私の、まあ、4人でノリのいい曲を歌うということと、弾き語りもね挑戦しようと思ってますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思ってます。そしてステイホーム期間がもうしばらく続きそうですよね。でもこういう時だからこそ普段できないことをやってみるのもいいんじゃないかなというふうに私は思っています。今日番組で紹介した椎茸さんの小説家デビュー、これもねすごく楽しみ。そして私自身はと言いますと、今自分の曲の楽譜を作り直しています。私もともと楽譜が書けないし、まあ、読めないんですね。なので作曲をする時もいつもこう鼻歌で作ってコードをつけて、で簡単なまあコード譜って呼ばれるものを作ってたんだけれども、そのいろんな演奏者の人と一緒にやるとには、そのまだこの世の中に存在していない自分の曲を演奏者に弾いてくださいって伝えるわけでしょ。そうすると楽譜というのがとても重要なコミュニケーションの道具になるというふうに分かりまして、今はその信頼できるミュージシャンのサポート、まあ、友人のねミュージシャンのサポートを得ながら一曲また一曲と、作っている最中です。でもねやってよかったなと思うのは、その自分が作った曲を客観的に楽譜で見ると、あ、自分の曲ってこういう曲なんだって分かったりとか、あとは楽譜を見ながらこう家にミニピアノがあるんで、それをこう一生懸命ポンポンなんて弾いてみたりして、自分の曲とねこうまた向き合ってみるっていうのもいいなと。あとはね、そのいいちゃんとした楽譜を作ることで、あ、今まで私本当にひどい楽譜を渡してきたんだな、メンバーありがとう、今そんな気持ちでもいっぱいです。なので仲間への感謝の気持ちとともに、
活動が再開したらスタートダッシュができるよう今準備をしているというところです。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今日のドリームキングダム夢子ボイス風のようにいかがでしたでしょうか。こんな時だから気持ちが塞ぐ時も皆さんありますよね。私もあります。この間ミュージシャンの友達が録音した曲を送ってくれたんです、 LINE でね。で彼女はプロのフルート奏者なのでいろんな種類のフルートを持ってるんですね。こう軽やかな高い音のフルートだったり、あとは優しく響く中低音っていうんですかね、そういう音のフルートもあって、いろんなフルートをこう重ねて、曲、美女と野獣のテーマ曲を送ってくれたんです。皆さん知ってますよね。ララ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 ラっていう曲ね、本当にいい曲じゃないですか。綺麗なこの曲をね、音のお便りですよって言って送ってくれたんですよ。で私それを、夜中寝る前に聞いたんだけど、すごく慰められて勇気づけられました。彼女は何の気なしにやってくれたと思うんですよね。でも誰かのそういう何気ない言葉とか行動が自分を勇気づけてくれた。だから私もそういう人になりたいなって思ったし、自分が音楽をやっていて私の曲、それからこの番組も含めて誰かを元気にするお便りにしたいなと、そんな風に思ったわけです。はい、お便り、誰かを、思いやるお便り、皆さんも自分なりのお便りをきっと持ってると思うんですよね。なので考えてみたいなと。ではそろそろ最後の曲に行こうと思いますが、最後はですね、今回収録した曲シャイニングスターという曲でお別れをしたいと思います。この曲は、私が大学時代の友人のために作った曲なので、みんなに向けてもらいたいなと思います。次回は6月12日金曜日夜7時です。また元気にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。終わったぞ。終わった。ハッピー自動運転、私たちの時代来るよ来るよ。この枝につまずき立ち往生したら、この曲大好きな曲なんです。この曲も、動画にしてあります。動画にしてホームページ、それからツイッターにもあげますので、ぜひ聴いてください。ギターの曲、音がすごく優しいでしょう。歌も聴いてほしいんですよ。歌を聴いてギターの音も一緒に聴いてください。とっても癒したい皆さんを癒したい、癒したいので聴いてくださいタイムリー戻ろうないよシャイニングスター、自分だけの物語を描くよ、私たちのシャイニングスター終わりました。
記念写真撮りもあるの。あ、そうだ。